リーです。今日は10月5日です。今日のラッキーナンバーは15、29、40です。明日は10月6日です。明日のラッキーナンバーは10、18、27です。一つ目のニュース、香港で有名な飲み屋さんはいくつかありますけれども、その中の一つがワンチャイのトラム通りにある昔質屋さんだった建物を改装したザ・ポウンではないでしょうか。こちら9月の中頃から改装に入っています。年内には改装を終えるそうですので楽しみに待ちたいと思います。かつてはこのような姿でしたけれども、今はこうなっていて、これがどうなるのか楽しみですね。2つ目のニュース、ドン・キホーテというと日本ではディスカウントストアでなんとなくこうジャージでご近所で行きますみたいな感じですが、香港では大事な日本の食材調達所、また日本を身近に感じられるお店で、日本へ旅行に行けない香港の人たちには大人気です。そんなドン・キホーテがなんと回転寿司屋をオープンさせることが決まりました。10月29日開店です。香港ではどんどんドンキという愛称で呼ばれていますが、それにちなんでか寿司屋の名前は先々寿司だそうです。去年のクリスマスの時期にセントラルのお店が気合を入れて作っていた寿司プレートをいただきましたが、とてもとても美味しい出来でしたので、きっと回転寿司屋さんの方も気合を入れてくるに違いないと期待ができます。楽しみです。なお、お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、2つ目のニュースはちょっと内容を変えたいなと思って、最初に撮ったものに対して声だけ当てています。なんか不自然な風に見えてしまったらすみません。また来週お目にかかりましょう。本日のニュース以上。